僕のマッキントッシュとの出会いなんですけど、僕がまだ学生だったりとか若い頃に、ロンドンに行ったりとかヨーロッパ行った時に結構着てる人を見かけたりとか、スタンダードな洋服だと思うので、そういうのを見たりしていたんですね。でその頃はまだそこまで僕がどちらかというと新しいブランドだったりとかそっちに興味があってあまりたどり着かなかったんですけど、もう僕がやっぱり年齢を重ねていって、自分がもう少しクラシックなものだったりとか、古いものにこう興味が出てきて、でかつその古いものから新しいものをこう、見つけたりとか感じることがすごく多くなってきて、で、まあ、僕はマッキントッシュのこう洋服のラインとかがすごく好きなので、自分自身が着るファッションでも大体ラインを見て洋服を選んだりとかスタイルを考えたりするんですけど、でそのラインとあとマッキントッシュの持つクオリティ、素材感だったりとかそういうものがすごく好きになってきて、であとはマッキントッシュのブランドの姿勢として、昔ながらのラインを崩さずにかつ新しいものにしたりとか、素材も含め伝統を重んじながらも、まあ、今の時代に生きてるっていうか、僕自身がそういうものを作りたいっていう風になってきているし、マッキントッシュもそういうものを多分作ろうとしていると思うので、それがすごい共感して、僕自身の作りたいものとマッキントッシュのブランドイメージがリンクしていて、なので、まあ、すごく僕には近い存在になっています。でやっぱりマッキントッシュはこれからも僕はすごい大切にしたいなと思うブランドで、どんどんこれからも着ていきたいなと思っています。